血清型とは、細胞表面の抗原をもとに分類した、微生物、ウイルスあるいは、細胞の型である。血清型の判定に用いられる因子は、毒性、グラム因性筋中にある立方多頭、外ト素の存在、プラスミド、ファージ、遺伝子プロファイル、その他同じ種に属する個体を識別するための特性で、液学分類をアシュレベルまで可能にするものなど、多数ある。 同じ抗原を持つ結成型をまとめて、結成群という。結成型判定は時として種や亜種の決定に不可欠な役割を担う。例えばサルモネラ金属では、サルモネラアンテリカ結成型タイフィムーリアム、S アンテリカ結成型タイフィー、S アンテリカ結成型ダブリンなど、4400以上の結成型が決定されている。これらを発生させる、細菌種である。 これら菌は細胞抗原に基づく139の血清型を持つ。そのうち例、1及び例、139の2つのみがエンテロトキシンを発生させる病原体である。血清型は1933年、アメリカの微生物学者、レベッカランスフィールドにより発見された。抗栄酸アイムを含む抗栄酸、異種反応性抗血清による HLAA 酸。 陽性赤血球の凝集免疫系は細胞の血清型によって細胞が事故か、肘故かを判断することができる。人の血清型は主に人における主要組織的合遺伝子複合体である人、白血球型抗原によって決定される。肘故であると決定された細胞は通常免疫系によって外的と認識され、血球凝集などの免疫反応が起こる。 血成型は個体によって大きく異なるため、人から取り出した細胞を無作為に別の人に移植すると、その細胞は事故の結成型に適合しないため、非事故と判断される。このため、遺伝的に同一でない人同士の移植はしばしば、レシピエントの免疫反応に異常を引き起こし、拒絶反応を生じる。一定の条件下では、レシピエントとドナーの HLA 型を一致させる。 ことによりこの反応を低減させることができる。ありがとうございます。